Kopori, kopori, umi no sora. Tsujou ni hirogaru hikari no tama ga. Asa ga kita yo.
Oh.
ました。メンバー紹介させてください。ギターの坂田さん、パーカッショントビーさん、歌と語りシーマさん、ダンサーの三石優子さん、ダンサーの愛さん、そして泡の粒たちを演じてくれましたのぞみちゃんとれんくんです。照明をやってくれましためいちゃんです。もう一人、子供たちのアテンドと照明で伝ってくれましたかいちゃんです。映像を作ってくれました竹雄さんです。いた音響やってくれましたよしくんです。このインスタレーションアーティストの松澤優子さんです。今回音出しやら映像出しやら何から何まで誰よりも人一倍やってくれました。ごめんなさいね、みんなそれじゃないの。企画の長峰浩二さんです。そしてザフのボランティアスタッフの皆さん、ありがとうございます。そして今回、ゆうこさんとコラボレーションさせていただきました、月明かりの中で見えたもの Into the Moonlight 演出と振り付けさせていただきましたちーと申します。ありがとうございます。この作品は、逗子アートフェスティバルの一環の作品となっているんですが、18日から27日で本来は終わっているんですけれども、皆様の温かいお力添えと、心の支えをくださいました皆様のおかげで今日、改めて開催させていただくことができました。本当に心から感謝したいと思っております。ありがとうございます。このアクドゆうこさんと一緒に作らせてもらっている、コラボレーションさせてもらったんですけども、去年、屋上の方で、僕たちの声が聞こえますかという作品でコラボレーションさせていただいたんですけども、今年はこの1個下がって2階で、元パチンコ屋だった場所なんですが、この作品を、コラボレーションさせてもらったんですけど、空から海の底へ向かってきたので、昼間のインスタレーションの光の輝きと反して、夜の海の中を表現したいと思って、作らせていただきました。この作品は、たくさんのこう手伝ってくださった方々、毎日毎日、手伝ってくれた方々と一緒に作られたものでして、ゆうこさんが思い描いた世界、こういう風にやりたいって思う世界をみんなで完成が見たいという思い一つ、それだけでみんなで一つずつ延べ人数1000人ぐらいの方々が公開制作という形で手伝ってくれました。奥にある船なんですけれども、あの船も、海から拾ってきた海洋プラスチックのゴミといいますか、宝物といいますか、それを拾ってきたものを、小さいお子さんから大人まで、たくさん、あれだけで1500匹ぐらいいるんですけども、7メーターの船に飾ってあります。
あれも、毎日毎日夏からですねかけて拾うとこからねするともうだいぶ時間なんですけれども、一つ一つ作り上げてきたものです。でもう一つここ円盤ですね。これも会社でこうちょっと傷がつくと、ね、お客様に出せなくなったようなクリアファイルを、寄付していただきまして、それをくり抜いて切り込み入れてタコ糸で釣ってものすごい手数のかかったもの、糸も漂白してたりとか、この天井に吊るのも全部1本ずつ印をつけて1個ずつ1個ずつ作り上げてきました。毎日毎日通ってくださる方から、ちょっと帰りがけに寄ってくれる人まで、県外からもたくさんお越しいただいて、たくさんのたくさんの人のこの目に見えないものがたくさん詰まったこの、空間で踊らせてもらえたことは本当に本当に光栄でありがたく、本当にの 2つとないものにさせていただいているのは本当に私としても個人としても嬉しく思っています。でこの作品はこの期間が終わると今日でこれで最後なんですけどね、もう全部撤去されてしまいます。ぜひご覧いただきたいと思いますので、これ終わり次第中に入っていただいて結構ですし、ぜひ写真など撮って心と記憶に残してください。ただ本当に手間かけて一個ずつ一個ずつ本当に作って、糸も絡まりやすいの何回もほどいて作り上げたものなので、ちょっと丁寧に優しく扱っていただけるとありがたいです。ちょっとね、小さいお子様もいらっしゃると思います。どうしてもわーってしたいのも分かる、もうやってって思う、私もやりたいと思うんですけど、ちょっとお母様方お父様方ちょっとだけ優しく使ってくれるようにちょっと伝えてもらえると嬉しいです。で、奥にも作品ございまして、インスタレーションアーティストの方もう一方いらっしゃいまして、奥にこの方も毎日毎日ここに拍手を運んで作り上げた作品があります。でその奥にも、映像コラボ作品がございます。多分奥から入ってぐるってくるとちょうどどっちも見えるのかなと思うんですけども、そちらもぜひこれが終わると見えなくなっちゃうのでぜひぜひ見てください。で、こちらにカフェスペースがあるんですけれども、逗子市のことだけじゃないと思うんですが、予算ゼロ、何もないところから小さな一歩を踏み出しました。大きな一歩にはならないかもしれないんですけど、そこを目指してみんなでコツコツやってきたので、その材料費とかも全部みんな一個ずつ一個ずつみんなで力を合わせてやってきたんですね。なのでまあ物の価値というのは目に見えるものだけじゃないと思うんですが、そこも思いつつお気持ちでドネーションという形でちょっとご協力いただけたら嬉しいです。ちょっとお飲み物とかちょっとねクラッカーとかのアルコールもありますのでいい時間ですよねぜひ飲んでください。物販なんかも T シャツとかもみんな手作りして作りました。これも材料費の一部となりますので、来年そのまた来年で続けられるようにちょっとずつちょっとずつみんなの力が重なればいいなという気持ちも込めて気持ちでいただけるとありがたいです。あ、の糸こちらによかったら篠さんが持ってるんでお願いします。ありがとうございます。加わってくれて本当に目に見えないものが宿っていて、この特別な空間をぜひ皆様にも味わってもらいたくて中に客席を作らせてもらったんですけど、ちょっと窮屈だったり見づらかったりもあったと思うんですけども、楽しんでいただけたらいいなって思いつつ、どうぞ最後まで楽しんでいただけたらなと思います。ちょっと短い時間なんですが、ぜひこのたっぷりとこの空間をぜひ味わっていただけたらと思います。ゆうこさんから一言本日は、ご来場ありがとうございました。ですね、なんでどうしようかな、うまく言えるかな、なぜヤドカリの空ん見た空、あれ違うね、ヤドカリの見た空だよね、見た空いいんだねヤドカリの見た空にしたかっていうと、この作品去年も続けてなんですけど、本当にたくさんの方々人に手伝っていただいて仕上がった作品なんですね。とてもとても私一人じゃ全く半分も3分の1も5分の1も10分の1もできないような状態なんですけど、その中で制作している中で体験させてもらったのが、本当に延べ人数1000人以上の人が来てくださったんですが、一人一人が本当に素敵な一人一人だな、一粒一粒だなと思って、でも
大切な一粒一粒なんだけど、でもただのほんのこの地球上のほんの一瞬のただのちっぽけな一粒一つでもあるんだなって思った時に、今生きているこの時間の中で一番この樹脂の中で一番小さいものを、まあ、ヤドカリと話が飛んじゃいましたと、いやね、合ってる？ヤドカリ小さいものの象徴と、象徴としてヤドカリっていうのを、そうして小さいものも大きいものもどんなものもどんな生き物も同じ空を見てこの時間自分たちは過ごしてるんだなっていうことを、表現したくて、この作品になりました。で本当にそのなんだろうね、たくさんの人が作ってくださったヤドカリ隊というあの素晴らしい戦力になる方々に手伝っていただいて仕上がった作品でございます。本当にありがとうございます。毎日本当に来てくださって、背中を押されて、本当にいなかったら私は本当途中でへばってたと思うんですが、背中を押していただいて頑張れた作品です。で本当にじゃあ今回はどうやって締めようかなということになって、じゃあヤドカリ隊の皆さんたちと、本当に出すものボランティアの皆さんたちと、そして今回素晴らしい素晴らしいパフォーマンスをしてくださったこの皆さんにもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。はい、企画の中身です。2年前ぐらいかな、松田優子さんのポートフォリオをたまたま見て、樹脂にこんな素敵な作品を作る人がいるんだと思って作ってもらいたいなって、すごい軽い気持ちで、軽い気持ちでもないですけど、まあまあ見たいですって言ってお願いして作ってもらったのが去年です。でまあすごい大変だったんですけど、でそこに去年それからちいちゃんが一緒にやろうって言ってくれて、でも僕は松田さんの作品、まあ写真で見たことないですよ、実際見たこともないし、ちいちゃんの正直言ってパフォーマンスも見たこともなくて、やったらなんかものすごいものができて、樹脂にこんなすごい才能な2人がいて、こんなことがお金ゼロからやって、こんなにすごいことができるんだっていうことを本当に実感しました去年。でその時にもそうだし今年もそうですけど、その場見たいがために本当に延べ1000人って言いましたけど、さっきのヤドカリ隊も含め毎日毎日このコツ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 と、もうね、気が遠くなるような作業をみんなが協力来て黙々と、あ、いやここやるねみたいな感じで作って、であとお腹空いたでしょっておにぎりいっぱい持ってきてくれたり、なんかほんとすげえな。でそれが何だってこう積もって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 いくと、ゆうこさんがイメージしてさ空間ができ、じいちゃんがあんま教えてくれないんですけど、じいちゃんはできてみたらこんなことになってて、本当にこの時間を作れたことは素晴らしい、そういうことができる寿司は素敵な街なんだなって今思ってます。本当にありがとうございました。お金だけじゃないんですけど、まあ、その価値観というか、みんなそれぞれのなんかこう心と、ね、記憶に残ってくれたらいいなって思います。本当に今日は足を運んで見に来てくださったことが本当に嬉しいです。本当にこれが最後の最後なので、ぜひ堪能して楽しんで帰ってください。喋るの長いよね、ごめんなさい。はい、飲みましょう。ありがとうございました。